さあ GR 長野鉄道フェスタにやってきました。さあ早速入っていきましょう。おはようございます。元気がいいですよ、この時の僕は。さあ入場していきましょう。さあめっちゃ、ね、多くの人がいましたよ。もうこの時の目当てはただ一つ楽しむことでした。だけど、ね、車両もね、いろんな車両展示されてるのが楽しみでしたね。はい、できなかったな。いや、いい。いや、それはさ、そうね、こっち列を入れたいから。そうね、終わった人かわいそうに。そうね、見て見て見て、今ならついてる。品川さんセット、サンライズだね。サンライズの方か。あと写真撮ろう。あと写真撮ろう。行く、どうする、行ってみる、行ってみるか、行ってみるか、行ってみる、行ってみる、まず、うん、すげえ。おはようございます。自由に座っていただいても大丈夫ですし、パンフレットもご自由にお持ちください。すげえ。座る、どこ座ろう、ここ座ってみよう。すごい、すごい、すごい、すごい。さあ、品のサンライドの、ね、座席はこんな感じになっています。このようにクローシートになったりドングシートになってるとね、すごいですね。さあ、E353系もいましたよ。さあ、そして運転台も座りました。これいいですよ、これいいですよ。さあ、こんなカードもやってね、楽しかったです。裏はこうなってます。いいね、新型と旧型いいですね。この青のさ、ラインとか青の車体かっこいいよね。さあ、E353系がね、連結面を開けておりました。さあ、こちら塗装前の E353系ですね。塗装の変更があるそうです。さあ、ライトはね、輝いてます。かっこいいですね。さあね、これからこちら連結面をね、開けるそうです。お、開いた。このようにね、連結してるってことでね、これあまりに見ることはできないので貴重ですよね。しかも正面から見れるっていうのがすごいですよね。この日ならではだと思います。とても貴重なもの見えたところでね、かっこいいね、シナノサンセット。さあ、裏はね、こうなってるんですね。さあ、そして先日引退した E21 系ですね、もっと待ってました。車内はね、実はこうやって落書きできるようになってましたね。座れるのかな、座ろう。ああ、最高。さあ、運転席の眺めはね、こうなってました。運転席も座れましたよ。さあ、このように乗務室入れました。いやー、すごいね、かっこいいですね。さあ、このようになっております。これ造血車ってことでね、なってます。ちなみにこれ塗装前の E353 系です。さあ、そしてね、中央線 E233 だっけ、 E231 の0番台も見ましたね。さあ、キハ110ですね、もジャッキ上げっていうのかな、もうされてました。これもね、上げられてました。さあ、向こうの方にもね、廃車みたいなやつがいましたね。何なんだろうと思いましたけど、さあ、これは DE10 かな、 DD10 だ、もうね、展示されてました。さあ、そしてね、歩いて長野駅まで持ってきまして、これからね、帰路にね、向かおうと思います。あ、引っかかった。何つか引っかかりますね。なんででしょうかね。さあ、スタンプをしまいました。乗ってきましたら特急車の号です。パート4に続く。
伸ばした。海に浮いた宝物、ひたすら探した心の無言状態を裸足のままで、ただ追いかけてた細い線を引く雲を迷って、水平線で描いた幼い頃に夢見た景色に思わず手を伸ばした。